こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ毎日 FX をね、私も相場解説という形で配信しておりますけども、まあこれも何度もお話してるんですけども、私ね、最初の1年ってね、勝ったことがなかったんですよね。そもそもこれから FX を始めますと、最初は全く分かりませんっていうことで、第1話の FX の相場解説をスタートした時は、あの与沢翼さんのね、 GWBS っていうその投資の学校に参加したんですよ。FX と株と2つのコースに同時に参加して、合計60万だったところを、その時の割引で45万ということでスタートしたんですけども、株の知識もないですし、でまともにトレードをやったこともなかったんで、全くの空っぽの状態でしたね。でその状態で毎日相場解説を私なりに、与沢翼さんのスクールで教わったことを当てはめて毎日の相場解説にしてみたんですけども、まあ全然勝てなかったですね。で1年間勝てなかったです。そういう恥ずかしい記録をずっと出してましたね。ただ勝てないなりに毎日相場解説をやって、分からないところを分かるようにしていくね。例えば今日のチャートを見てますよね、動き見てるんだけども、どういうふうに見ればいいか分かんないし、なんでここでバイでエントリーするのかも全然根拠分かんないですよね。でその中で気づいたのが、ダブルトップってやつがあるなということなんですよ。ダブルトップの形が見えてきたら、セルにすると勝率が高まるなということなんですよね。まあ FX っていうのは大体何にも分かんないであっても、買うか売るかしかないんで、五分五分じゃないですか。超反発値みたいなもんですよね。でそこで FX を真面目にやりだすと、なんで負けるんだろうって感じなんですよ。おかしいなと。5対5でえいやってね、適当にやっても資金は減らないはずなのに、よし FX やるぞって言ってね、やりだしたら減る。これは何だろうなと思ったら、やっぱりね、あの学習による思い込みの排除をしていかないといけないかなと思ったんですよ。で先ほどのダブルトップも、ダブルトップだと思ったんだけども、ダブルトップじゃないとかね。確かに1時間ではダブルトップなんだけども、1日足とか週足はあの下落ではなくて上昇を示していると思ったら、ダブルトップだけども倍で行かないといけない時もあるんですよね。でそういったのがだんだん見えてきて、で1年経ってもう GWBS ももう終わったんですけども、本当にね、1年間それ以外やんないぐらい FX ばっかりやってましたね。だから放送した動画も多かったと思いますけども、その中で掴んだのは、自分がどういう思い込みをしていたのかっていう記録が1年間残ったってことなんですよ。じゃあその思い込みを学習とか教育によって排除して、新しい情報を入れていくと、あれよあれよというままにね、魚誤報ってものが完成したわけですよ。そしてまあゾーンっていうね、概念もあったんですけども、それもね、やっぱりね、多くの人が最初は自分の人生の思い込みから勘違いするんですよ。その勘違いも投資のゾーンっていう考え方に強制することによって排除して、それから徐々に勝てるようになったのが2年目ですね。2年目は400万円ぐらい勝つようになりました。それから今6年目に入りますけども、だいたい年間で1000万円前後の勝ちは取れるようになったかなっていうところですね。だから FX はね、何年かやっていって、まあ価値が安定したって感じですね、私はね。2年目からプラスはプラスだったんですけども、でもプラスと言ってもね、さすがに副業レベルのプラスではなかったですね。やっぱ、アフィリエイトとかで2、3ヶ月分が1年間でやっと FX で勝てるみたいな感じで、しかも FX は XM 証券という海外の口座使ってますので、あの、課税率が高いんですよね。雑所得になっちゃうんで。だから、やっぱり1000万ぐらいは、目算で勝っていかないと、手元に全く残んないなってところなんでね。5年もかかっちゃったんですよ。でも本当に初期の頃から私の相場解説にお付き合いいただきましたこと、本当ありがとうございます。最初はね、数千人の方が見てくださったんですけども、今みたいに勝てるような時期になってくると、数十人しか見てないというね、不思議ですね。勝てない時にはたくさん見てくれたのに、勝てるようになったら見る人が減るみたいなね。私が負けるのがやっぱ見たかったのかなっていうところですけども。はい、どちらにしましても、あの、これからもね、FX はしっかりとやっていきたいなと思う。その中でですね、今回、あの、副業チャンネルをやってるノブさんがね、何回も紹介してきたノブさんが、あの、FX の専門チャンネルに変更したということなんで、その動画をこの後につけておきますんでね、まあ見てみてください。ノブさんの FX がどのぐらいのもんなのかね、まだ私もわかりませんけども、これから、FX の相場解説など見ていって、
分かるんじゃないかなと思います。で、FX ってね、本当に力で、実力で勝ってるのか、たまたま勝ったとこだけを動画で抜き出したのかってことは、分かりにくいんですよ、すごく。ね。分かりにくいんだけども、分かるとしたら、年単位でやってるやつはさすがに勝ってるなと思いますよ。勝てもしないことをね、年単位コツ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 、まあ、場合によってはね、3ヶ月とか半年とか、できないですから、勝ってもないのに。いや、相当な精神力がいりますよ。うん。さすがに、その精神力があったら勝ってるだろうって話ですけどね。はい。ちょっとぐちゃぐちゃと申し上げましたけども、今回、ノブさんのチャンネルね、この後つけときますので、よろしかったら、どんな風に FX の手法を紹介してるのか、見てみてください。では。どうも、こんばんは。副業チャンネルを行っております、ノブです。本日はですね、ちょっとお知らせになるのですけれども、今までですね、まあ、副業チャンネルとして、チャンネルの方を営んでおりましたが、この度ですね、シンプル FX と題しまして、これからですね、FX の方をメインに配信をしていこうかなと考えております。まあ、なぜかというとですね、まあ、やっぱり副業の中で、まあ、柱となるところを何かなと見つめ直したときに、私はやっぱり FX かなと思いました。ですので、これからは皆様にもですね、まあ再現性の高い FX の、まあ主に手法の方をですね、お伝えしていこうかなと思います。で、まあ私が行っている FX の手法というのはですね、まあ、まあ、テクニカル分析を用いた FX なのですけれども、まあ、あれこれとこう、たくさんですね、インジケーターを使うような、こう、トレードではなく、もうシンプルに、水平線を使ったトレードというものを行っていく予定でございます。というのもですね、まあ、ブレイクアウト手法であったり、まあ、FX にはいろいろあるのですけれども、やっぱり、こう、シンプルな手法というのが強い印象がありますし、まあ、私にはそれが合ってるのかなと思います。ですので、今回ですね、そのような手法を、まあ、共有すると。で、その時に、まあ、注目しているラインをですね、まあ、チャンネル登録をされている方に、まあ、定期的に配信をしていきたいなと考えております。まあ、もちろん、私が配信をした、まあ、ラインをですね、ラインに対する、まあ、チャートのアクションというもので、まあ、必ずしもですね、利益が上がるというわけではないのですけれども、まあ、一つ参考にしてみてはいかがでしょうか。というところで、私の、まあ、新たなチャンネル名で始まるシンプル FX ですね、こちらの紹介動画とさせていただきました。以前、行っていた、まあ、副業チャンネルとして、いろいろなコンテンツをですね、お伝えしていましたけれども、まあ、やっぱり FX と同じようにお金を稼ぐというものは大事なものだと思いますので、何かお得な情報等あればですね、FX 以外の内容でもどんどん、紹介していきたいと思いますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。何かですね、FX のことで質問がある際は、まあ、コメント等にいただければ、定期的に返信を行っていきますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは失礼します。